出ました、はい、はい、はいはい、どうも、はい、お疲れ様です。はい、ご苦労さん、はい、どうも、はじめまして。はい、はじめまして、どうも。はい、今日はあの貴重な時間とっていただいて、どうもありがとうございます。あ、そうだね、眩しいね。はいはいはい、まずあの全国大会出場おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まずお名前とあのチーム名から教えていただけますか。チーム名が入っちゃうね。はい、この前どうぞ。え、この前で私からでいいですか。はいはい、あ、すいません、熊谷 SC の小沼と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、熊谷 SC の監督の天沼です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう本当にあの全国まであの 時間がないというか、もうあとちょっとなんですけども、今あの現在どのような気持ちですか。まあ、全国控えて、まあ、どんな気持ちで過ごしてますか。キャプテン私ですか。はい、あ、もう2週間しかないので、はい、まあ、どうコンディションを整えるかと、まあまあ、あと上げていくかですね、コンディションをどれだけ上げられるかと、まあ、どれだけ怪我をケアできるかそこになってくると思いますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、監督は、はい、まあ、あの今もね練習ちょっとやってるところなんですけど、まあ、やっぱり怪我の人間とね、怪我してなくて、まあ、バリバリ動けるやつと言いますから、まあ、その辺が調整がこ うまくできるぐらいのところで、まあ、あの試合はそんなには入ってないですから、腰が、ね、ちょうどない分、そういった部分では、まあ、全国へ向けてっていう調整は十分できるのかなと思う。ただやっぱり周りが、ね、どのくらいのこう環境でやるか、強さ的に、ね、どのくらい強いのかっていうことがわからない分、まあ、その対応っていう部分では難しいですよね。不安の部分の対応の不安の部分と、まあ、やらなきゃいけないという部分と両方がっていう感じではありますよね。ありがとうございます。でも僕はあの関東大会、まあ、見に行ったわけじゃないんですけど、あの結果とかこう、はい、ちょっと見てたんですけども、はい、熊谷さんがすごい強かったってみんな言ってましたけどどうですか、このままで。だいぶ社交辞令があると思いますねいやだからもう本当、はい、いやどんなチームなのかなと思ってちょっとワクワクしてたんですけど ね今度もちょっと全国大会僕も行くんですけども、その時ちょっと見させてもらおうと思ってるんですけども、本当にワクワクしてます。いやいや恥ずかしい、あまり見なくなった。絶対外れで終わっちゃうな。そしたらまあ、もうね本当に2週間なんですけど、重点的にねこうチームとしてこう取り組んでることとかってありますか。監督、ね、チームとしての取り組みですか。はい、まあ、やっぱりうちのチーム自体がどっちかというと、まあ、ディフェンシブなチームなんで、はい、まあ、やっぱり堅守っていう部分と、まあ、そこから、ね、いかに点を取れる形に持っていけるかどうかっていうところの部分なんで、はい、まあ、守りをしっかり、まあね、してそこからフィードできるボールによってですけど、まあ、皆さん多分ほぼみんなうちよりは技術のあるチームと当たるんで、そういった面ではもう間違いなく守り重視で、その先をということでキャプテンが走り込んで点取ってくれればという、そういうチームなんで、まあ、なかなか対戦自体の相手としてはもう厳しいという頭ではいますので、はい、まあ、リーグ戦もね組み合わせが決まったからやっぱり余計あれですよね、こう、そうですね、嬉しいグループっていうかね、一番多分関東から行くチームとして関東第一代表って割には一番大変なグループに入っちゃったなっていうところはありますからね。そうですね、僕もそう思います結構ねグループはやっぱり死のグループって言ったらおかしいけど、はい、まあこれで まあ、どこもねみんな一つしか上がらないわけですから、まあ、まあまあそうですね、一つ上がるところに残るかどうかっていうのはね、まあ、運も間違いなくなきゃいけないことでしょうし、はい、
まあ当然力もある程度の力を発揮できないというところはあると思いますしね、はい、まあ、やっぱり相手が多分、ね、全国で経験のあるチームなんで、うちなんか本当に40の時の経験だけしかないんで、全国という部分ではその経験の差はやっぱり大きいと思いますよね。はいはい、まあ、コロマ君も40の時にも全国行ってますから。あ、そうなんですか。まあ、そういう経験、40での全国の、まあ、初っ端愛知県選抜だったんでまあ羅針盤でしたから、まあ、そのメンバーがね来るんかと思うとゾッとする部分と、まあ今回はもうちょっと前回よりは少しメンバーが良くなってきたんで、まあなんとかできるかどうかっていう不安とという部分が、まあ、一番の今の環境の状況の中じゃないですかね。ありがとうございます。はい、はいはい、そしたらちょっとまあ、サッカーとは違うんですけども、はい、埼玉県の、はい、ご当地名産とか、ほうほうほう、食べ物とか、例えば埼玉に僕らがこう行った時に、はい、まあ、埼玉だったらこういうとこ見に行った方がいいよとか、こういうとこで遊んだら楽しいよとか、そういうことを教えていただけませんか。小沼の方から何かある。まあ埼玉全般に言えるか分かんないですけども、まあ、熊谷で言ったら食べ物で言えばやっぱうどんですね。有名なのは。あ、うどんが有名なんですか。武蔵うどんっていうね、はい、まあ、非常に太いうどんで、まあ小麦をよく取れる場所でもあるんで、はい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 、うどんが非常に有名だと思います。はい、で観光地ってあんまりなかなかないんですけど、はい、やっぱりちょっと山の方行きますけど、秩父ですとかね、そこら辺は観光地としては自然豊かで、非常に秩父そばとかも美味しいですし、わらじかつですとかね、はい、そういうの非常に楽しめるんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、監督何かありますか。川越ですね、最近有名なの川越。川越の方が、はい、小江戸川越、最近よくテレビ出るんで、観光客もインバウンドの人もかなり、はいはいはい、外人の人も多いですよね。はい、そこら辺じゃないですか。はい、そうですね。まあ当然やっぱり観光という部分ではね、まあ海なし県なんで、はい、なかなかやっぱりこう海がないという分、まあ、山へ行くしかないというところと、まあ、今長瀞のかライン下りみたいなのが秩父行くところだよね、ちょっとまあ有名で、はい、でまあ裏のとかだから、東京へ近いところになるとやっぱり西下だったりとか、こうスポーツ施設、はい、の部分は結構まあ全国でもまあある程度有数な部分を持って、まあちょっと熱狂的なレッズとかっていう部分もね、やっぱり皆さんに対するアピール度はちょっとは強いでしょうから、まあこのところちょっと片方の大宮のチームがあまりにも弱いんでちょっと苦戦はしてるところでしょうけど、はい、まあただちょっと熊谷という場所がやっぱりかなり離れてる場所で、はい、まあそういった部分としては同じ県内なんですけども、まあ、埼玉県の北部地域というところで、まあ、熊谷でいうと、まあ、お祭りで内輪祭りっていうのが7月にあって、まあ、ここはお祭りとしては、まあ、ちょっとこう有名になるぐらいのところと、暑さという部分でね、まあ、ちょうど内輪祭りの終わったぐらいのところから暑さがもうすごい半端なく、まあ、今日も32度8分ぐらいまで。今日かなりね、今日まあたまたまウィーリーグの試合でレッズとチフレの試合を熊谷で運営はしたんですけど、はい、もうその2時始まってすぐの時にもう32度超えてましたから、むちゃくちゃ暑いですね。はかなりやっぱりちょっと暑い場所なんですよね。はいはいはい、まさかそう、まさかね、今日ね外超えると思って曇ってたんでそんなに超えるなと思ってなかったのが、もうやっぱりほら温度測んなきゃいけないし WBTG も測んなきゃいけな い, い, はい、はい、環境にあって、もしかしたらこれやばいんじゃないっていうぐらいの暑さになってましたね。まあ、そういう面では今ね、この時間は涼しくはなってますけど、はい、まあ、暑さというのはまあやっぱりどこにでも売りになる、まあ、これは愛知もね多分同じような状況でしょうし、まあ、熊谷とこう愛知ね結構40度ちょっと超えるところをいつもこう競ってみたいなそんな感じですよね。
まあ、あとはやっぱり食べるもんだと、まあ、あの熊谷には、梅林堂とか十万石っていうお菓子の会社のものがあって、はい、まあ、そこのものがこう少し、まあ、商売的には販売ベースとしては十万石っていうまんじゅうがあって、はい、旗頭っていうお菓子があってっていうのがその2社でこう競い合って出してますかね。でそこにやっぱりラグビーがこうワイルドナイツが今熊谷の場合にはね強いんで、まあ、ラグビーのワイルドナイツの、チームをかけてこう作ったものがいろいろラグビー、ラガッチとかっていう、モナカですか、はいはい、ラグビーのボールの形したモナカとかそういったものをこう市としては打ち出していますね。あと全国大会決まってから強化試合とかって結構やりましたか？いや強化ってことではないですけど、まあ、まだリーグ戦が少しありまして5月はリーグ戦を、はい、3試合入ってまして、はい、でその後は練習試合としてはちょっと、まあ、県内のチームでやったぐらいで特別こう県外のこう全国相手っていう部分ではそんなにできてないですね。やっぱみんなかなりねそういう練習試合をやってるところは多いみたいですけどね。そうですね、いろいろね、はい、こう話を聞いてたりやってたりとか、まあでも、はい、県内リーグがこうあるとやっぱり県内リーグでちょっとなかなかできへんから、まあ、県内リーグを戦った後にもう一試合練習試合入れたりとかっていうのでちょっと負荷をかけてたりはしてたみたいですよね。そうですよね、はい、まあ一番、まあ、コロマ君もそう感じてるでしょうけど関東大会の1日2試合2日間連チャンっていう4試合はちょっと今までにない環境だったんで、はい、まあコロマ君に聞いてもらえばあれなんですけども疲れとか、はいはいはい、もういろんなものがとてつもなくハードだったんで、まあ、それがこの、ね、全国大会も3日で5試合ですからね、そうですね、決勝までいったら、はい、ね、かなりみんなしんどいと思います。そうですよね、はい、関東のあれなんか、この間、ね、この間から、うん、話してもらって、いや、うまくターンオーバーできたチームが勝つんじゃないですかね。そうですね、固定メンバーで5試合、なかなか多分しんどいと思います。はい、はい、じゃあ、まあ、ある程度ターンオーバーうまく、はい、同じぐらいの力で回せるチームがやっぱ勝つんじゃないですかね。そうですね、はい、はい、はい、と思います。はい、ありがとうございます。そしたら5つ目なんですけども、大会に向けてのね、まあこれはちょっとこう言われへんという部分もあると思うんですけども、なんか言える部分の範囲でいいんで、秘策みたいなのがあったら教えてもらえますか？まあ、それはちょっと言えないですけど、まあ、ただいろんな、特徴があるチームだと思うんですよ。はい、まあ、そこら辺はあんまり言えないですけども、その特徴を最大限生かす、はい、個性を最大限生かすっていう戦術になってる、まあ、チーム戦術というよりは個人戦術の方が多いかもしれないんで、そこら辺をうまく出せるようにしてっていうふうには思ってますね。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、まあうちの方のね、まあ、チームがどうのこうのっていうことではないんですけど、やっぱり全国で出てくるチームですから、やっぱみんなねどこもしっかりコントロールできる選手が揃ってて、まあ、やっぱりなおかつこう展開が早くてっていうね、やっぱり去年の準決決勝とかっていう、ね、やっぱりビデオ見ててもね、そういったのはすごいはっきりしてますから、はい、やっぱりそういう部分のチームと当たるんだっていうことがこう分かってる分、ちょっとは全くねやったことないし、まあ40の時に、愛知のねその選抜とはやってますけど、まあそれを考えてっていうところをマックスにしてって、その時は多分愛知が準優勝かなんかで神戸かなんかに負けたかもしれないですけど、そのくらいのところのレベルがやっぱり、まあ、やっぱり今の日本の中でもトップなんだなっていうのはね、ある程度、まあ、見えてはきてるんで、まあ、やってみて本当実際ね、いやそれ以上すごいよっていう感じになってくるかもしれないですけども、まあ、そこに、ね、どれだけうちが、ま、頑張ってこう守りきれるかどうかとかね、そういった部分が、まあ、キーになってくるとは思うんで、やっぱり早いうちに失点したりとかっていうことではやっぱりちょっとなかなかね全国では大変だと思うんで、時間も短いですからね、そうですね、20分でっていうのはね、
やってる方はやっぱり厳しい分ですけど、やっぱり時間的な部分はね、あっという間にね過ぎちゃいますから、はい、だからまあいいタイミングでこう点がどう取れるかっていうところと守りきれるかどうか、まあ多分ねリーグ戦ですから、まあなかなか引き分けて 0-0 っていう試合がね、まあ多くなる可能性もあるんでしょうから、まあその辺のところの部分をどう、ね、うまく乗り越えていくかっていうことが一番の狙いだと思いますよね。はい、ありがとうございます。最後なんですけどもね、あのチームで一番おしゃれな人とか、まあ、明るい人とかいたら、まあ、背番号とお名前ぐらい教えてもらえますか。どれ、この前誰があれ、おしゃれなやつはいないまあ結構他の人にも聞いても、あのもう50になってみんなジャージばっかり着てる人間もいたけど、ああそういう分ありますね。もうジャージですね、はい、まあ特徴ってやっぱり29番の野口くんじゃないですかね、はい、彼がもうまあ一つ言えば彼が中心のチームなんで、あ彼に頑張ってもらってって、はいはい、彼が回してるみたいなもんなんで、はい、まあそうですね、まあ、なかなかチーム事情で誰がかっこいいとかって言っちゃうとねまあみんなそれなりに面白いキャラクターは持ってますよね、はい、まあ、やっぱりキャラクターがこうある子たちが、まあ、ある程度揃ってないとなかなかねつまんないですから、まあ、一番強いのは今言ってた人間ですけどまあただゲームの中でね、じゃあそこでうまく活躍できるかどうかっていうのではね、なかなか難しい部分もありますからね、その他の人間もやっぱり頑張ってもらって、まあ、割とねまあ、小沼君もそうなんですけど、埼玉の寄居高校っていう高校の卒業生が多いんですよ、はい、まあ、他のところは帝京だったり一緒だったりみんなそういう部分であれなんですけど、まあ小沼君もそうなんですけど、寄居高校っていう、まあ、今エスパルスのキーパーコーチやってる掛川君っていうのが、まあ、そこのね後輩になるんですけど、はい、みんなね寄居高校の出身っていう部分は割と多いんで、ね、そこは少しこううちのチームのカラーとしてはそこの上下関係で成り立っているところはありますね。まとまりあると思います。全国で、ね、活躍なかなかできる、ね、まあ、帝京だとか中央だとか、まあ、うちの南高もそうだったんですけども、まあ、そことはまたちょっと違 う, こうカラーとしてチームとして出ていますから、まあ、割とそういった部分でこうそこの学校のチームカラーとしての熊谷市っていう形は見せられるんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます、はい、以上でインタビューを終わらせていただきます。今日は貴重な時間どうもありがとうございました。いえいえ、はい、ありがとうございました。また関東の全国大会の方に行かしてもらいますんで、またよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、そしたら失礼します、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、失礼します。失礼します。